可愛いのは僕。モブーくんはさっきも僕のこと可愛いって言ってくれたもんね。そんなことないもん。モブくんは絶対私の方が可愛いって言ってくれるもん。何を？立ちました。視力回避フラグちゃん。なになに、惚れ薬 WX、 大蛇になる道具オロチ薬、心を揺さぶる不安になる展開アイテムってガラクタばっかりだな。おう、破滅くんじゃん。恋愛フラグさん。なに、その反応は。別になんでもないよ。破滅くんはどんないたずらを考えてるの？いたずらなんて恋愛フラグさんじゃあるまいし。この人のこと苦手なんだよな。じゃあ僕はこれで。うん、あーごめん、びしょびしょじゃん。ほんとごめん、でも僕急ぐから。ちょっと破滅くん、まったく、今度会ったらお仕置きしなきゃ。ん？あれ？僕、ちゃんと可愛いよね。っていきなり、どうしちゃったの僕。なんか急に不安になってきた。誰かに聞いてみようかな。ライトノベル発売中だよ。僕、可愛い？どうぞ。ありがとう。何このレンレン、全然いつもと違う。なんていうか、塩らしい。こんな塩らしいレンレン初めてじゃない？どうしちゃったのかしら。ねえ、何？僕って可愛い？どうかな。どうって、そりゃもちろんレンレンはとっても可愛いけど、でもそんなことわざわざ私に聞くなんて、レンレンらしくない。本当にどうしちゃったの？なんで僕こんなこと聞いてるの、恥ずかしい。でも聞かずにはいられない。可愛いって褒めてほしい。僕可愛いよね。もしかしてレンレンは誰かに恋してるのね。だから誰かに可愛いって言ってもらって自信をつけたいんだわ。それならレンレンは可愛いわ、すごく可愛い。だから自信持って。お、本当に？本当よ。そっか、僕、可愛いんだ。なに、このレンレン。今日のレンレンはいつも以上に可愛い気がする。ありがとね、自信ついたよ。それならよかったわ。それじゃあ僕行くね。まさかレンレンが恋なんて。でもちょっと待って、レンレンの相手は誰？レンレンに近しい男の人って、まさかモブくん。可愛いって言われたい。僕が可愛いことは分かったけど、やっぱり異性にも可愛いって言われたいな。こういう時はやっぱり。遅い、どんだけ待たせんのよ。ごめんよハニー。のぼうくん。師匠。ねえねえ、僕って可愛い？いきなり何？可愛いよね。いきなりそんなこと聞かれても。のぼうくんが可愛いって言ってくれない。僕可愛くないんだ、死のうかな。なんでそうなるの。わかった、師匠は可愛いよ。本当に、やったー、嬉しいな。彼女の目の前で他の女にツヤホヤするなんて信じらんない。帰る。待ってくれモブミー、これには事情が。モブミー、また振られた。どうして俺ばっかりこんな目に。もっとたくさんの人に可愛いって言ってもらいたいな。あ、そうだ。ねえモボウくん、僕の撮影に協力してくれない？撮影？ SNS に僕の写真をあげて、もっと可愛いって言ってもらいたいんだ。モボウくん手伝ってくれるよね？僕のこと可愛いって言ったもんね。手伝うよね？手伝うでしょ？わかったから、手伝うから、その圧やめて。承認欲求の鬼。どう？可愛い？あ、はい、可愛いよ。もっと心込めて褒めて。はい。これはどう？可愛いです。そうだよね、可愛いよね。これは可愛いよ師匠、可愛い、最高。これでいろんな人から可愛いって言ってもらえるね。なんなんだ今日の師匠、こんなに可愛いに固執するなんて、いつもの師匠じゃないぞ。おお、みんな可愛いって言ってくれてる。やっぱり僕って可愛いんだ。明らかにぶりっ子、あざとすぎ。承認欲求の塊すぎて草。はあ、こいつら何？どうせ僕の可愛さを妬んでるだけでしょ。え、僕可愛いよね。
可愛いって言えよ。許せない許せない許せない。やっぱり今日の師匠様子がおかしいよ。譲れない。やっぱりここにいたわね。失礼フラグじゃん。レンレン、モブ君は渡さないわよ。なんでそうなるの。何、僕に喧嘩売ってる。そうよ、レンレンに勝負を申し込むわ。勝負、可愛さ勝負ってこと。受けて立とうじゃん。可愛いのは僕。モブ君はさっきも僕のこと可愛いって言ってくれたもんね。そんなことないもん。モブ君は絶対私の方が可愛いって言ってくれるもん。何よ、僕の方が絶対可愛いもん。こればっかりはレンレンにも譲れないわ。私の方が可愛い。僕の方が可愛い。二人とも落ち着いて。モブ君はどうなの。え、当然僕の方が可愛いよね。私よね、モブ君。私の方が可愛いでしょ。というか好きでしょ。いや別に。いえ、じゃあ僕の方が可愛いってことだね。そんなことないもん。さあどっちなの。そんな困るって。これどうしたら収拾つけられるの。ああ、ようやく見つけたよ、恋愛フラグさん。破滅フラグか。ちょっと邪魔しないで。これは僕たちの勝負。ガイアは引っ込んでて。やっぱり面倒なことになってるな。来てよかったよ。破滅フラグくん、それは…えい、うん、破滅フラグくん。そしてあれ、僕…レンレン大丈夫。ちょっと破滅フラグくん、急に何するのよ。落ち着いてよ。これは展開アイテム、月物落とし銃。展開アイテムの効果を洗い流す効果があるんだ。展開アイテムの効果？じゃあ師匠の様子がおかしかったのは。実はさっき恋愛フラグさんの体に不安になるっていう展開アイテムがかかっちゃって、特定の物事に対して不安になる体になっちゃったんだ。いわば編集病みたいな感じだね。それじゃあレンレンが可愛いっていう言葉に執着してたのは展開アイテムのせいだね。いやでも元に戻ってよかったね、師匠。師匠？恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、すっごく恥ずかしい。僕なんてあんなことしたの。無理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 。何、僕可愛いってさ、恥ずかしさで心臓むしろ死にたいわ。レンレン大丈夫？あ、これやばいかも。じゃあ僕はこれで帰るから。破滅くん、僕がこんなことになったのは元はといえば君のせいだよね。それはそのこうなったら君も道連れだから。え、何する気。乱暴はやめろ。いいからこっちへ来い。いやどう、みんな、この子可愛いでしょ。どうして僕がこんな。え、普通に可愛いんだけど。何なの。才能はありだね。嬉しくない。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラ